お家で朝の会始めるよ。起立礼。お家で朝の会。学級委員のちびつぶりだよ。プリンだよ。ビバビバばあさんじゃ。お家で朝の会は県内の小学生のみんなと一緒に作る番組じゃ。テレビとインターネットでお届けするよ。この番組を見て元気に一日を始めようね。それではお家で朝の会の校長先生をお呼びするぞい。安野さん。校長先生の安野さんやで。早速今朝も早口言葉でお目覚ますね。滋賀の早口言葉、米原市中たら編。中たらのおにぎり中たらこじゃなかったら、中たらのおにぎり中たらこじゃなかったら。それでは行ってみましょう。ちびつぶりくん。テレビの前の皆さんもご一緒に。中たらのおにぎり中たらこじゃなかったら、中たらのおにぎり中たらこじゃなかったら。学校始まったらみんなで言ってみてね。お次はお友達へ応援メッセージのコーナーじゃ。今朝はどの子？立東市の俊太くんじゃ。それでは行ってみよう。1年生で頑張りたいことは勉強と友達を増やすことで。元気が出るメッセージありがとうね。みんなもお家でスマホで撮って送ってね。必ず保護者の方が投稿しておくれ。宛先注意事項はこちら。よろしくな。次は安野おっさんおにぎり食堂プレゼンツ、おにぎり漫画ふわふわやろう。存在感がすごい。豚キムチちゃんと納豆くんは香りの存在感がすごい。だからかくれんぼしても鬼するね。すぐわかっちゃう。次はこれ。普通占い、普通占い、席エチケット。ちびつぶり、席するときは席取りのタオルケットやで。それを言うなら席エチケットじゃ。席やくしゃみが出そうになったらティッシュやハンカチで鼻と口を覆うんじゃ。どうしてもなければ袖でもいいぞい。手で押さえると触ったドアノブなどからウイルスが広がるからしてはいかんぞい。わかったかの。はい。おうちで朝の会は小学生のみんなの投稿をお待ちしています。宛先はこちら。また見て。